はい、こんばんは。いのちです。はい、ちょっと急いで帰ってきました。美容室から。はい。なんでかというとですね、はい、じゃーん。今日は、人生で初めてのグラコロを買ってきました。初めて食べるんですよ、私。会社に隣に若い同僚がいるんですけど、その子がなんかグラコロが発売になるって言ってて、私食べたことないから美味しいとって聞いたら、めっちゃ美味しいですって言うから、なんかそう言われたらもうやっぱ1回ぐらい食べたいなと思ったんで、今週はちょっと我慢して今日休日なんですけど、さっき病室の帰りに買ってきました。急いで帰ってきました。冷めないうちにと思って、まあ冷めてるんですけどね、寒いから。こちらはなんか冷たすぎるんで、氷を抜いてもらった爽健美茶ですね。はい、喉も渇いてるでちょっと飲んでいいですか。でこれは紙のストローになっとる。ちょっといただきます。はい、サイドメニューはもちろんポテトにしたんですけど、ちょ私ポテトの M サイズ、これ M サイズですよね。これちょっと食べきれないんですよ。いつも私ハッピーセット頼んでるんでまあまあな体をして、マクドナルドではハッピーセットを私買うんですよ。ポテトが多すぎるから。はい、グラコロですね。はい、初めて食べるんですけれども、私なぜかというとグラタンがそんなに好きじゃないんですよ。だからグラコログラコロってみんな言うけど、グラタンちょっとあんま好きじゃないんでと思ってたんですけど、こんな感じですね。いただきます。ちょっと今まだちょっとよくわからないですけど、美味しい。冷たい。美味しいです。冷たくても、なんかパンが柔らかいですね。これグラコロ好きですか。なんかグラタンみたいな感じの、そのめっちゃトロトロしているのを想像してたんですけど、そこまでコロッケみたいな感じですね。来年も食べようかな。はい、ではごちそうさまでした。美味しかったです。ちょっとポテトはやっぱりこんなにたくさん食べられないんで、ちょっとまた後で食べたいと思います。伸びきってたので今日やっと行けました。私の行きつけの美容室に。試験勉強中はもう時間がなかったので、会社の近くの美容室に会社の帰りに行ったりしてたんですよね。結構長いこと行けてなくて、その行きつけの美容室に、ちょっと遠いんですよ、家から。で電車に乗っていくんですけど、行ってきましたね。はい、店長が20代前半の頃から私行ってるので、そこの美容室に。で店長、何歳になりましたかって聞いたら、45歳に来月なるって言ってたから、結局その20年ぐらい前に出会ったんですよね。はい、その店長にいつも切っていただいていて、髪の色も髪の長さとか形とか全てお任せのヘアスタイルになっていて、今日のオーダーは私宅建士の資格試験に合格したんで、今免許証の登録を申請しているところなんで、まだ宅建士にはなってないんですけど、オーダーはですね、可愛さが 60% でかっこよさが 40% のぐらいの髪型にしてくださいっていう、ツヤがあるように見えるカラーにしてもらいました。で皆さんに相談したいのはですね、まあまあいい年に私もなってきて、こうやって前髪をお風呂を今食べてたんですよね。はい、はい、すいません。で前髪をいつもまっすぐこう前に垂らしてるんですけど、何歳まで垂らしとこうかなとか考えてて、まあ何歳まで垂らしててもいいんですけど、まあまあな年齢だからこう分けてデコをですね出した方がいいのかなって思ってて、それはちょっと相談したんですよ。それでもいいと思うけれども、その伸びる段階がこう目にかかったりするから、それ我慢しないといけないっていう、覚悟が必要って言われたんですよ。だからまあでも
ねえ、と思って、ちょっと気になるのがですね、ここの、この真ん中にの中心からちょっとずれてるんですけど、ここにほくろがあるのとですね、まあ、おでこのおしわさんですね。やっぱこう、なるじゃないですか、こうやってしたら。おしわさんが見えるのも、ちょっと、やっぱ前髪垂らしてたら、まあ、そんなに見えないから、分けると、まあ、こんな感じで、ちょっと、まあ、皆さんはどんな髪型にしてますか？これとですね、まあ、これですよ。これ、こんな、ちょっと、こういう感じ？こう、なんか、そうですね、みたいな。みたいな、そんな感じの、大人っぽさですね。まあ、そっちの方が、まあ、出るけど、ね、私、もう、小学生の時は、こんなしてたんですよ、私。七三分けですかね。で、ここに、オレンジ色の、派手なオレンジ色のピンをこうしてて。それが私の大好きな髪型やったんですけど、小学生の頃ですね。その時はデコ出してました。お幸せさんはなかったんですけど、はい。風呂入りますね。喋ってから。はい。で、今日はまあ、出会いと別れの話なんですけど、まあ、そうやって、今日の、私の行きつけの美容室も、まあ、出会いですね。まあ、まだ別れは来てないんですけど、で、まあ、私の会社のですね、方がこの度一人退職されることになって、まあそれは喜ばしき理由なんですけど、独立して自分でやられるっていうことを聞いてます。入社して、まあ、3年8ヶ月ぐらいなんですけど、今私の事務所の中では誰一人退職される方がいらっしゃらなかったんですよ。で、まあ、他の部署では退職される方もあったんですけど、初めての退職者やったんですよね。私が入社して先週最後の日やったんですけれども、多分もう何かもう本当に偶然に会わなければ一生会わないんだなと思って、なんか、はい、出会いと別れのことをすごく感じてたんですよね。なんかその時2人の視聴者さんに会ったんですよ。一番最初に会った方の話は私この動画でしたと思うんですけども、その方は私の勤めている会社の近くのドラッグストアにいらっしゃる方で、お声をかけていただいて、まあ、その方が一番最初に出会った視聴者様やったんですよね。会社の近くのドラッグストアなので、たまにというか、夏は結構私栄養ドリンクをよく買いに行った時にいらっしゃって声をかけていただくことがあります。今も見てくださっているでしょうか。はい。次に会ったのが、それもちょっと何月か忘れたんですけれども、この動画でたまに出てくる幼馴染の陽子ちゃんと、N鉄グランドホテルのなんかホテルの中でケーキセットを食べていたんですよ。その時久しぶりに会ったから、ベラ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 喋って、いつものようにゲラゲラ笑ってたんですけれども、なんかちょっと視線を感じて、斜め後ろに視線を感じたから、ちょっと見たんですよね。なんかあんまり 見れないからですね、振り向いてなんかそのお客さん見ると失礼じゃないですか。だからあんまり見れなかったんですけど、ちょっとだけちょっと視線を感じたんで、チラッと見たら、すごい満面の笑みで私にニコってされたんですよ。なんか私に向かってニコッとされたけれどもですね、なんかと隣になんか女性の方がいらっしゃったから、あ、ちょっと勘違いかなと思って気にしてなかったんですよ、その時は。で、また陽子ちゃんとベラベラ喋って、ベラ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 ずっと喋って、永遠に喋るから喋ってたら、後ろの席のその方たちが立ち上がられて、あ、帰られるみたいな感じで、まあ特段何もその思わなかったんですけど、なんかすいませんって来られて、そしたら、いつも見てますみたいな、娘さんと来てあったみたいで、その娘さんのなんか記念日かなんかで来たってその時に言われてて、でひろちさんに会えて、今日はとてもいい日になりましたみたいな言ってくださって、で陽子ちゃんのことも、陽子さんですよねみたいな、陽子ちゃんのことも知ってあって、はい、で本当にびっくりして、たまたまその後ろの席にいらっしゃって、多分なんか、まあ、横向いて陽子ちゃんと喋ってたから分かったんでしょうね。
その視聴者様は私のことはもうそのニコッとされたされる前から多分分かってあったなと思うんですよね。だからベラベラ喋ってもう本当に本当よう喋る人やなって思われたと思うんですけども、帰り際にですね挨拶に来てくださって、娘さんとで、そんな出会いがありました。はいはい、それもまあ出会いですよね。はい、見てくださっているでしょうか。もうその時からそんなに時間を空けずに、その4月ぐらいに美容室に私最後に行ってるんですよ。その時に美容室に行く時間より少し早く着いたから、近くのなんかモール的なとこでですね、ミスタードーナツがあったから、そこでなんか結構人も空いてたんで、なんか勉強できると思って、いつ何時勉強できる機会があるかわからないので、いつも勉強道具入れてたから、その時もドーナツ食べて飲み物飲んで勉強しようと思って、その時間があったから開け広げて勉強してたんですよ。じゃあなんかちょっとチラってされて、なんかこう見たら、ひろちさんですよねって言われてえって言って、なんかそうかなと思ったけど勉強されていたからって言われて、あすいませんって言って、ねえはい、ちょっと今日は美容室に来たんでって言って話して、頑張ってくださいって言ってくださって、はい、またそれも出会いやったんですけど、でもまあそれ以来はもう会ってないですね。はい、そうやって今までに3人の視聴者様に声をかけていただいてですね、なんかとっても嬉しかったです。はい、なのでみんな出会いと別れですね、それでまあそこで出会ってご挨拶をねできたけれども、もう二度と会えないかなって思うと、それはそれでまた寂しいなって思うんですけど、こちらの動画で見てくださってるでしょうか。一緒に仕事をしている当時私が入社した時はまだ19歳やったんですよ。ねえ本当に19歳やったのに今23歳になって一緒の部署で一緒の仕事を してて、そうやってやっぱ若い人からはなんかこうグラコロが美味しいっていう、今回もですねそれ教えてもらったんですけど、知ることのないことを知っていることが本当に多いので、いろいろ教えてもらえたり、なんか本当に楽しいんですよね。プライベートの話をしてても、でその子もなんかいずれ結婚するかなって思うと、ちゃんとお相手もいらっしゃるので、思うとですね、お相手がいらっしゃって、お相手の方がちょっと遠くの方なんですよ。で結婚をするってなったらもうやめないといけないねっていう感じの父さんなんですけど、まあもうまあまあの年齢やし、もうお付き合いも長いみたいなんで、なんか、まあ、それも別れが来るなって思うと、なんか嬉しいような寂しいような、はい、複雑な気持ちになりますね。なんか同僚の女の子にとってはすごい結婚する喜ばしくて幸せなことですけれども、なんか残されるこうなんか私にとってはなんかこういろんな思い出があるんでですね、はい、寂しいなってもう今から思ってしまってしまいますね。この前そうやって一人辞められたから、はい、そんな感じの今日この頃なんですけれども、さっさと風呂に入ってきますね。はい、ではすいません、今日の動画も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。